この入れ物に入ってるっていうことは相当でかいやつなんですけど、これ繭玉じゃない？早くも溶化しちゃったのか？マジで？おい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 、やばいやばいやばい、どうするどうする。どうも、こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。はい。ということで、今日も始まっちゃいましたけども、今日はいきなり本題に入っちゃおうかなと思います。このクワガタがちょっと気になってます。これですね。この入れ物に入ってるっていうことは相当でかいやつなんですけど、これはね、久しぶりに登場しました、ブルマイスターツヤクワガタ。画像これですね。インドはニルギリ丘陵からやってきたクワガタでございますが、これね、最近幼虫が見えない？ひょっとしてさなぎになっちゃった？いや、わかんないですね。さなぎになったとしたらちょっとあまりにも早すぎるんですね。12月10日に書類で割り出し、これはあれですね。血の入れ替え用に買ったやつだわ。うん。そして、1期2回餌交換して 36g まで成長しての確認。3ヶ月前ですよね。ということで、8月ですから、9、10、11と、ちょうど3ヶ月経ってるんで、餌交換時期で、そろそろかなと思ってるんですけど、これがですね、わかんないんですよ。星になってる？いや、そんなことないと思うんですけど。ちなみに、ブルマイスターはですね、外から結構見えるんですよ。なぜ、坑道っていうね、こう、トンネルを作りながら、そこで食べますので、トンネルの壁を食べるイメージか。はい。ここにね、穴が開いてる。これ坑道ですね。だいたい外で見えるんですけど、ところが見えなくなってきちゃって。でもまあ、坑道を作ってるってことは死んでないと思うんですよ。ちょっとその辺はっきりしないんで、一回ちょっと開けてチェックしてみたいと思います。結構いますね。20頭以上いるんでね。はい。じゃあ今日も頑張っていきましょう。まずは手袋だな。安定の手袋。ゴム手ですね。白い方がやっぱこうね、見えやすい？いや、わかんないですけどね。青い方が好きなんだけど。さあ、とりあえず開けましょう。で、まあ、幼虫だったら餌交換かなと思ってますけど。これすごいですね、これほんと。どうなったんだ、あいつ。やっぱいないっすよね。ここのな、これ、繭玉じゃないか、じゃあ。これ繭玉じゃない？早くも溶化しちゃったのか？あれな、こっち側も硬いな。こっち側は硬いけど、これは違うと思う。いないですね。ここも硬いけど、これは繭玉、こんな小さい繭玉はないだろうと思うんで、うん、違うな。ということは、この中で繭玉を作ってらっしゃるんじゃないか？そういうことじゃないか？はい、さなぎになってるみたいですね。マジか。あ、じゃあちょっと返そう、これ。はい。どうやら、さなぎになってる。早くねえかお前。ちょっといくらなんでも早いだろ、お前。もうちょっとゆっくりした方がいいと思うんだけど。マジで。ちょっと早いですね。死体も確認できなかったんで、おそらくここでさなぎになってます。マジか。嘘だろ。いや、もうしょうがないですよね。チェックしたけど、こう、どうやらさなぎだったっていう話ですよね。2頭目ですね。いきます。坑道作ってらっしゃるわ。トビエルがいっぱいいる。トビエル嫌い。まあ、無害なんだけど。いないですね。うわ、地震だ、地震だすいません、僕が当たったんですね。なんか、いないですね。あらら。これも溶化してらっしゃる？いやー、ちょっとわかんないけども。はい。いや、なんか、なんだこれ。わかんねえ。わかんねえぞ。でも見えない。ということはやっぱり、さなぎになってんじゃねえか？あ、ごめん！ここにさなぎ、マジでおい、やばい、どうする。この状態で埋めよう。あ、こんなところでさなぎですか。うわ、今のはひどいな、ちょっと。あまりに失態だろ、今の。ごめん。ああ、もうこのまま埋めるしかねえ。ちょっとしくったね。あまりに早くて。やっちまったぜ。マジかー。ちょっとこれごめん。これちょっとごまかせないかな。いや、まあなんとか、わかんないけど。これもう一回さなぎ作れたらちょっと無理だぞ、これ。はい、埋めました。古墳のように。これで、ごまかせるだろうか。やばいことした。しょうがないですよね、やっちゃったままね。やっぱさなぎになってる。っていうか、前玉作ってる。絶対端子だろ、これ。参りましたね。まさかあんなちっちゃい洋室を作っているとは。めちゃくちゃちっちゃく浮かするんじゃねえの？ブルマイだけど。これすげえ。これすげえ。これはこれどうなったのこれ。これもね、これもちょっとさなぎ。これも姿やっぱ見えないんで、そうか、この辺でさなぎなってますね。ダメだ、これ全部、じゃあ、さなぎってこと？あと、ざっくりとね、もうほんと、こう、スピーディーにチェックしていきましょう、じゃあ。はい。あ、これは幼虫ですね。おし。あー、もう崩れちゃった。だいぶ水分も飛んでる。危ない。これ幼虫だわ。ちっちゃいよ。むちゃくちゃちっちゃいよ、これ。これも8日近いってことだろうな。危ない。こいつ噛むからな。やばいよ。25g だって。37g だったんです、前ね。これ完全に8日近くなってると思う。嘘だろ。やばいですね。これは、危ない。噛もうとする。もう恐ろしいな、こいつ。はい。とは言っても、もうこれどうしようもないですね。はい。どうしようもないです。どうしようもねえ。これむずいよな。ブルマイやっぱもうなんか苦手だわ。すっげえむずい。これね、どうしよう。体重減ってたね。一応記録はつけときますけど。こんなの聞いてないよ！ちょっと作戦変えましょう。もうですね、よくわかんない状態になってるんで、この穴が開いてるところにね、こう、新しいマットを、こう、入れる感じで、これで、完備してもらおう。はい。こんな感じでね。本来こうやってブルマイの場合は餌交換するもんだとは思うんですけど、ね、あんまりこう、コード壊さずにね、継ぎ足すイメージで餌交換と。でももうこれ多分溶化してますよね。いやー困ったですね、本当に。これで、幼虫が見えなかったやつはもう8日ということで、ちょっと判断しときます。動画外で結構交換しまして、で、オスあと3頭交換するんですけど、これド派手ですね。ここが多分洋室があるとこだと思うんですけど、こんな感じでド派手に空洞を作ってる。はい。ね、これがブルマイスター。しかし8日早いですね。マジで大丈夫だろうか。長子になってほしいんだけども。メスちゃんでございます。確認していきましょう。でもこの調子だとおそらく、オスもメスも8日だと思いますね。これ8日してますね。まあ一応保湿とかいう意味でも、空洞にちょっとマットだけさささっと埋めときたいなと思います。唯一8日してないやついました、ここに。すごい空洞作ってる。これ空洞って言うんですね。ここにおる。はい、なんか、あれですけど、とりあえずここだから空洞にマット入れる感じで、行きましょう。どの辺、穴開けたらいいかな。この辺開けよう。はい、こんな感じで穴開けまして、ここに新しいマットをぶち込む感じですね。幼虫ここ見えてます。これで OK。こんな感じでこうね、空洞に新しいマットをこう継ぎ足すイメージでやればいいってね。聞きますんで。こういう感じだろうか。はい。継ぎ足せた感じですかね。継ぎ足した感じ。で、あとはまた幼虫が空洞作ってくれるんだろうと。空洞って言うんですけどね。ブルマイの場合固めなくても本当にさらっと入れるだけですね。よし、1頭だけ幼虫。あとメス全部ね、8日してました。半年後ぐらいに掘り出しかなと思います。はい、ここいるね。こんな感じで、新しくまた行動作りますんで、今からね。よし。お疲れ様です。ブルマイスター。しんどかったですね。なかなか思ったようにはいかない。はい。8日確認できました。幼虫なのはですね、あれですよ。なんか、1頭だけちょっとめちゃくちゃ縮んでたやつと、あとメス1頭だけ。あとはみんな8日始まりましたね。ただ、ブルマイの場合、ここから長い。普通のクワガタはですね、洋室作ってから、さなぎになって、2ヶ月ぐらいかなと。いう感じなんですけど、洋室作る期間もいりますので、3ヶ月ぐらい長くてね、羽化まで8日始まってからっていうイメージなんですけど、ブルマイはこっからですね、半年以上かかります。はい。なんで、次に動画出すのはですね、だいぶ先。そうだな。来年の5月か6月ぐらいになると思います。そのぐらいじゃないと羽化してないというね、そんな種類でございます。ただ8日早かったですね。ちょっとそんな早く8日する種類じゃないと思ったんですけど、ビビりました。はい、今日はこれでお別れですね。またよかったらコメントで感想お願いします。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ちょっとびっくり。